災ラジオラジオ福島をお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか。市川由紀乃です。今週もたくさん皆様からメッセージをいただいております。ありがとうございます。早速紹介させてください。こちら生駒の雪乃さん、ファンさんよりいただきました。ありがとうございます。番組のオープニングで流れる雪乃太鼓が大好きです。あ、嬉しいです。いつも口ずさんでおり、 CD を聴いたりカラオケでも練習していますが、冒頭のはぁーのところ難しいですね。いくら練習しても雪乃さんみたいにうまく歌えません。何かコツがあれば教えてくださいというメッセージなんですけれども、確かにここ難しいんですよ。レコーディングの時も結構苦戦しました。でもコツがね、一つだけあるんです。はぁの、はの前にうんって言葉を自分の心の中に入れてください。なのではぁー、うん、はぁーってことです。そうするとはがね、すごくスムースに気持ちよく出るんです。最初からはぁーって言おうとするよりも、はぁーって言った方が勢いよくこうスピード感も出るので、これは恩師であります市川翔介先生から教えていただきましたので、ぜひ生駒の雪乃さん、ファンさん、この雪乃太鼓、はぁーの前のうんっていう言葉を入れてちょっと歌ってみてくださいね。さあ今日も皆様最後までどうぞお付き合いください。